炎火加減とは、調理するときの炎の強さである。小さい鍋の鍋底から火がはみ出ている状態の火加減。全開。温度は約200度以上で、IT ヒーターの場合は3200ワット以上の火加減である。鍋底全体に炎が当たるくらいの火加減。温度は約180から190度で、IT ヒーターの場合は1450から2500。 ワットほどの火加減である。強火と中火の中間の火加減。強めの中火。ただし、中強火は火加減の定義ではない火加減である。鍋底に炎の先が当たるか当たらないかくらいの火加減。温度は約170度で IT ヒーターの場合は700から1000ワットほどの火加減である。中火と弱火の中間の強さの火加減。弱めの中火。ただし、中弱火は 火加減の定義ではない火加減である。炎の大きさは、火元と鍋底のおよそ3、4か加減を指す。温度は、約160度で、IT ヒーターの場合は、500から700ワットほどの火加減である。鍋底に直接火が当たらないくらいの弱い火加減。炎の大きさが、火元と鍋底の半分くらいの火加減を指す。温度は、約百五十度で、IT ヒーターの場合は、 235から370ワットほどの火加減である。弱火よりもさらに弱く、これ以上弱くすると火が消えてしまうくらいのやっと火がついているくらいの火加減。温度は約140度で、IT ヒーターの場合は120ワットほどの火加減である。主に汁物などを保温するときに使う。ABCDEFGHIJKLMNO、中火ってどれくらい 6段階の火加減を写真と動画で、プロが伝授、ヨッシー店長の家。y o s h i t e n c h o c o m 2020年8月2日閲覧。abcde、火加減。レタスクラブ。2020年8月2日閲覧。abcd、強火、中火、弱火とは低く、クックパット料理の基本。クックパット。2020年8月2日閲覧。 AB、ガスコンドの火力について株式会社草年滋賀県、草津市。株式会社草年滋賀県草津市。2020年8月2日閲覧。AB、リガミー、火加減について大調査。これで失敗しない。レガ編みの料理で健康。2020年8月2日閲覧。弱火で10分は、強火で5分と一緒。3ヶ月でプロポーズ。料理で、 彼の心と胃袋をつかむ愛され飯。2020年8月2日閲覧。IH クッキングヒーターオール電化関西電力個人のお客様。関西電力個人のお客様。2020年8月2日閲覧。ありがとうございます。